こんにちは、イムタチャンネルです。今日は近くの集合住宅へ撮影に行ってきました。もう暑いのでね、もう夕方か朝、そういう時間帯にね散歩しようと思います。ここの集合住宅もね、一部犬の散歩禁止されているところもあるんで、立て看板とか確認して、撮影してきました。まあ、見ての通り顔が切れてね、普通は採用しないんですけど、まあ、夢太が一段上に座ってなんか面白い絵だったんで、オープニングにちょっと使ってみようかなと思って使いました。夢太もね、だいぶということ撮影分かってきたんかなという感じでね、今日も楽に撮影できました。ではスタート。